何かチャレンジしないと生きられないぐらいの思いがあったように思いますね。アドベンチャーランナーの北田隆夫です。大学まで陸上競技400m をしてまして、ただ最終的にこう思うようなところまでは到達しなくてですね、こうやりきれなかった思いがあって、社会人になってからもう一度チャレンジしたいなっていう中で、インターネットで過酷スポーツって言ってまして、そしたらその砂漠で走るマラソンっていうのを見つけて、もう砂漠で走るってどういうことだと、しかも食料を背負って何百キロも何日間もっていうのがもう衝撃すぎてですね、訳が分からなすぎて、そこですごく魅力を感じて、でそうなった時にもう気持ちはそっちにすぐ移っていきましたね。ただレースがですね、1週間プラス移動日なりで合計やっぱり2週間以上はかかるんですね。それを本格的にやるとなると、会社勤めてはチャレンジできないなと思いまして、それで勤めていた会社を思い切って飛び出してこの競技に移りました。初めてのレースはゴビ砂漠で7日間250キロ走るレースでした。日中はずっと走り続けて、で体力を使うのに限られた食料だけで過ごして、かつ夜寝るのは本当にその辺の大地で野宿して、ゴール見えたぐらいからもうすごく高揚してきまして、これで終わりかっていう満たされた気持ちでいっぱいでしたね。そこからもう解放されたらですね、いやーもうすごく今までないこう達成感、爽快感、充実感いっぱいでしたね。その時大会側がピザとコーラを用意してくれまして、それがなんかとにかく美味しくって食べれることがこんなに幸せなんだっていうのは実体験できて、その時に本当にいろんなありがたさっていうのを感じました。レースで学べたことはたくさんありすぎてなんですけど、一番は感謝ですかね。本当に食べれることだったり寝ることもそうですけど、日常にあることですね、こう今の世の中で自分がやりたいことに今踏み出せばできるっていう環境もすごいありがたいですし、もちろん自分の家族だったり支えてくださる方もたくさんいらっしゃいますし、辛い思いをしたからこそなのか、そういうのがすごく本当に実感できたっていうのが一番大きな学びですね。アイスルートラっていうのが6大陸目のレースになりまして、2017年の2月末から北極圏の県内にあるスウェーデン北部で開かれる大会です、北極圏ということもあってマイナス30度の中で極地用のウェアだったり、寒じきのようなスノーシューといわれるですねものを装備して、レースがあります。これが今まで日本人がこう参加したことがなくて、自分が一人で日本人初出場する大会になります。レース中でもですね、もうダメだって思って、体がまずダメになるとすごく精神心もすごく落ち込んできて、もうやめたい、止まりたい、何もしたくないってなってくるんですけど、そうなってからある瞬間にすごく力がこう出てくる瞬間があるんですね。それが自分の中では思ってた限界を少し超えたとこかなと思ってまして、そこでこう湧き出る力が感じれて、それだから今までいなかった先が少し見えて、ただまだ先がどんだけあるんだろうっていうのは未だ自分でも分からない